ゆきです。あやかです。ゆうかです。もえです。みじこです。これこんなこと言われたい、男からこんなこと言われたい、言われてみたい。おー、難しい。はずきがそんなこと言うね。はずきよな。なんかもうめっちゃ踊ってめっちゃ疲れてる時に、よう頑張ったなみたいな。あー、ほんまにしんどい時に言われたい。なんていうの、かわいいなとか、そういうのじゃなくて、なんか何、体力回復するようなことを言われたい。わかるわかる。だからあやろ、頑張ってよかったって思うような感じのこと。何言われても嬉しいね、多分。そうだね、確かにな、うん、だって普通にもおはようだけでも嬉しいやろ。嬉しい。なんかでも褒められたら嬉しいかも。嬉しいな。確かに。でもなんか違いない、外見じゃなくて内面、うん、内面褒められたらめっちゃ嬉しいかも。確かに。なんかこういうところがいいよとか、なんかその内面を言ってくれるのがいいですね。うん、すごい。例えば私最近髪色をちょっと変えたんですけど、明るい色から暗くしたんですよ、うんうん、その時になんか暗い方が好きやわみたいな、わかりました。あー、わかる。あー、いい。わかるよ、なんかそういう何年の方がいいわとか好きやわとか言われたら、ちょっと、うんうんうん、あ、もう一生これにします。あ、藤子みたいなタイプだから、藤子が男やったら最高やな。そうそうそう、お願いします。お願いします。なんかもうそばにいてくれるだけで、うわ、かわいい、かわいい、そうなんだ、かわいい。そばにいてくれるだけで、嬉しい言い方。なんかもう、黙ってギュッてしてくれるから、そらそうやわ。そんなん得られる。そらそうやわ。好き。好き。シンプルに、いい。いいな。好きって言葉だけでも、なんか自分の存在があることが、ちゃんとな、確かに、確かに。されるな。極論褒められたら嬉しい。褒められたら嬉しい。女子には褒めましょう。そうです。好きな人には褒めましょう。褒めたら褒めたら嬉しい。でもそれは好きな人から言われたら嬉しいですよ、ね。あ、確かに、うん。なんか普通に友達とか男の子の友達とか。ありがとう、森。うん、なんでもな。ありがとう、って言われるもん。好きじゃない子、なんていう、自分、なんていうの、だからゆうちゃんのことを好きな男の子がおって言われることとさ。うん、両思いの人に言われることと違うやん。わかる。自分が片思いかって違う。だから男の子が片思い、ゆうちゃんに片思い、うん、にこの人に可愛いなって言われても嬉しくないやん。嬉しいけど、まあ、違うやん。でも両思いの人から言われたら嬉しいことを、あ、まあ、むずい。それはむずいな。それはもうない。それはむずい。いや、なんでも嬉しいねんけど、捉え方じゃない。うん、まあ、そう。ありがとうで終わっちゃうよ、うん。嬉しいの度合いの問題よ、うん、言われたい、うん、嬉しいじゃない、言われたい、でも心配されるのも結構、あ、心配してくれるってめっちゃ良くなる、うん、なんか気にかけてくれるみたいな、うんうん、でもその、うん、それは誰でも嬉しいかも、うん、そう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 、なんか好きじゃな、自分が好きじゃなくてもそれは嬉しい、うん、大丈夫って言われたら心配しましょう、うん、表情とか、表情とかで、ね、しましょう、褒める心配する、うん、それで大丈夫、いけます、うん、いけます、何がいけるか。女の機嫌は取れる、うん、それで落とせますので、はい、お願いします、ね、お願いします。